アッパス・エル・ファッシュは、モロッコの政治家、同国首相などを歴任した、イスティクラル党所属、アルジェリアとの国境付近にある町、ベルカンで生まれた。1977年から1981年にかけて、住宅大臣を、1981年から1985年にかけて、工芸、社会大臣を、 1985年から1990年にかけて、チュニジア大使を1990年から1994年にかけて、フランス大使を2000年から2002年にかけて、雇用、職業訓練、社会開発、連帯大臣をそれぞれ務めた。ジェトゥ政権下では2002年から2007年にかけて、国務大臣を務めた。 イスティクラル党党首として臨んだ2007年9月7日の議会選挙で勝利したため、9月19日に国王ムハンマド6世から首相に任命された。エルファッシ内閣は、イスティクラル党、人民勢力社会主義同盟、独立国民連合、進歩社会主義党の4党からなる、連立内閣として10月15日のムハンマド6世による認証式で発足した。 全員閣僚33名のうち7名が女性である。2011年に勃発したアラブの春において、モロッコもその対象となり、7月に会見、11月に総選挙が実施され、それに伴いエルファッシ内閣は総辞職した。ありがとうございます。